当商品がない状態で商品を作りたいというところで体系的に学べるところを探していたんですけれども、実際に商品なかった状態から商品を作って売り上げを上げてらっしゃるということで、皆さんこんにちは。こんにちは。今回はマーケティングコーチで90日間で月商39万円を達成した桑島直子さんと一緒に受講生対談ということでいろいろインタビューさせていただきたと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。現在の活動内容を教えていただけますでしょうか。潜在意識を整え引き寄せながら女性が自己実現するための SNS ビジネス講座をしております。潜在意識コーチと SNS のビジネスっていうところ両方支援をされていらっしゃるっていう形で活動しているということ、マインド面も SNS での成功も実現していきましょうという形でやられていらっしゃる方で、現在ご入学3ヶ月目だと思うんですけど、そもそもうちの学科に入学いただいたきっかけもあれば教えていただけますでしょうか。もともと商品がない状態で商品を作りたいというところで体系的に学べるところを探していたんですけれども、北野さんのライブを見ていろいろ検討してきました。入学後の変化というところもね、教えていただけますでしょうか。初めは SNS 集客ということで発信していたんですけれども、次第に個人の経験で役立った潜在意識の活用も入れたいということでコンセプトを変更することを知りました。してすぐに対応してくださって、現在は潜在意識を活用しながら SNS 集客というコンセプトでやっています。今日の、ね、動画見てくださってる方もすごい参考になると思うんですけども、いわゆる何かと何かを掛け合わせるっていうのも差別化コンセプトを作る上で結構重要で、桑島さんの場合であればもともと潜在意識っていう知識も終わりで SNS もがっつり教えていきたいよっていうところで、最初は SNS だけで発信していくコンセプトを作らせていただいたんですけど、途中からやっぱり潜在意識も入れていきたいということで SNS× 潜在意識ビジネスコーチっていう形のコンセプトを作り、入学してから2ヶ月間はSNS のコンセプトで発信して、3ヶ月目から潜在意識の要素を取り混ぜたコンセプトで変えていただいてから売上が上がったということでですね、今月商で言うとどれぐらい、39万円になります。実際に商品なかった状態から商品を作って売上を上げてらっしゃるということで、この39万円の売上を上げられた秘訣ってところ、桑島さんのインスタを元にご説明させていただきたいと思うんですが、こちらに出ているのが桑島さんのインスタということで、リブランディングしてスタートされているので、インスタで言うとまだ90フォロワーぐらいですけども、そもそもこの90フォロワーでも売上上がるんだってびっくりされた方いらっしゃると思うんですけども、その秘訣とかもいろいろ聞いていけたらと思います。ちなみに直子さんはフランスのパリ在住で活動されていらっしゃるので、アイコンとかもエッフェル塔が映っている感じですごい素敵なインスタを構築されてますけども、インスタグラムの投稿だったりとかストーリーとかでまず意識していることとかがあれば教えていただけますでしょうか。初めの北野さんとのコンセプト設計の時点でエッフェル塔を入れるとかパリの様子を入れるとかっていうことをアドバイスいただきまして、それからここに配信を入れていってるんですけれども、海外というところで実際に会うことが難しいので、なるだけ自分の姿を入れて現実味を出すということと、背景を整えたりとか字をよく見えるようにするだとかアドバイスもいただきました。実際のフォロワーさんとのやり取りで私は問い合わせをいただいたんですけれども、そこからお客様にファンになっていただいて制約につながったんだと思います。すごいのがまだ90フォロワーでこれからリストどんどん取っていくっていう段階だと思うんですけど、 DM からお問い合わせをいただいて、そこから1対1のやり取りで仲良くなって、そこから商品のご契約につながったということで、僕らの学科でいうとこれワントゥーワンマーケティングって言ったりするんですけども、たくさんリストを持っていたりフォロワーがいる人は一体多数に向けてインスタライブをバッてやったりとかっていうのが一般的なんですけど、まだフォロワーが少ないリストが少ないうちはできるだけ一人一人とコミュニケーションを取っていって、そこから個別で相談に持っていって商品を販売していくっていうのが結構効果的で、桑島さんの場合は DM からどういう流れで商品の購入に至ったのかっていうところもお伺いしてもよろしいですかね。 DM のやり取りのきっかけというのが、ストーリーズですとか話しているリールを開けた後にその反響としてメッセージをいただきまして、本社のコンテンツに入っているヒーローズジャーニーを参考にしてストーリーズを上げたところを胸を打ったとか心に刺さったっていうところでお問い合わせをいただいたりですとか、ショート動画の作り方で田野さんが日頃実践されているのを参考にしながら出したところをすごく人柄が伝わったというところでお話ししたいというメッセージをいただきました。先ほどヒーローズジャーニーという言葉が出てきたんですけども、うちのスクールでお伝えしている自分自身の人柄とかを多角的に伝えていてファンになってもらうための神話の法則っていうこのマーケティング手法があって、自分の生い立ちから自分が起業したきっかけとかどういう思いでビジネスをしているのかっていうのはブログにまとめたテンプレ通りに作っていただいてファンになっていただいたりとかっていうところも大きかったんじゃないかなと思うんですが、ストーリーズとリールがきっかけで DM をいただけたというところで、この動画見てくださってる方でフォロワーが少ないよって方もいらっしゃると思うんですけども、今の時期って結構リールが伸びやすかったりするので、ここはしっかりと力を入れていきつつ、ただリールだけじゃなくてフィードを見る人はフィードしか見ないし、リールを見る人もリールしか見ない人のが多いので、結論両方やってた方がいいんですけども、リールっていうところはフィード投稿では伝わらない自分の人柄だったりとかが伝わるっていう意味で、リールっていうのも自分
のことを好きになってもらう教育媒体にもなりうるので、この2つはしっかりと構築をしていくと、より制約であったりとかお客様からの問い合わせが入りやすくなるんじゃないかなとは思います。弊社の学科に改めて入学して良かったことあれば教えていただけますでしょうか。北野さんご自身が現場主義ということで、毎週たっぷりと講座でお会いすることもでき、 LINE サポートがすごく充実していて、こちらの質問にすごく充実した回答をしてくださるので、とっても安心感があります。それから商品構築という部分では不安ではあったんですけれども、そこもきちんと個別でサポートしていただけたところがすごく良かったです。 SNS だけでいくかコーチングの要素を織り交ぜていくかで悩まれていたので、コンセプト持ちで変えさせていただいたというところ、さらに売上が上げられて僕もすごい嬉しいんですけども、最後です。この動画見てくださっている方でも弊社学科ご入学を、ね、検討されている方ってたくさんいると思うんですけど、そういった方に向けて何か一言あればメッセージをいただけたらと思うんですが、 SNS ビジネスを始めるにあたっていろいろ悩まれている方もいると思うんですけれども、あらゆるサポートが整っていて学べる環境も素晴らしいので、ぜひスタートさせてみていただきたいと思います。最後まで一緒に対談させていただいた桑島直子さんのインスタグラムと LINE 公式アカウントも概要欄にリンク貼ってあるんですが、今だけ直子さんの LINE に登録いただくと、なんとプレゼントがもらえるということで、簡単にご紹介いただいてもよろしいでしょうか。 LINE 公式に登録いただくと、お金のブロックを外す潜在意識のワークと SNS 集客で売上を倍増する方法という動画をプレゼントでお渡ししています。 SNS の直子さん自身のマーケティングのノウハウと潜在意識のノウハウが両方もらえるということで、貴重なプレゼントだと思うので、ぜひ皆さん LINE でゲットしてみていただけたらなというふうに思います。ということで直子さん、お時間いただき対談させていただきましたが、本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。僕の LINE では SNS 合計1000アカウント以上プロデュースして判明した月100に集客していくための今最も反応出る SNS マーケティングのノウハウをまとめたこちらの豪華8大特典プレゼントを今だけお渡しています。一つずつ解説していきます。まず1つ目、 LINE×Instagram 超集客を完全講義マニュアル動画2本分こちらにプレゼントしています。2つ目、月1000万売れる SNS 集客改善ポイントをまとめた徹底解説講義動画。3つ目、僕自身 TikTok たった3日で1000フォロワー公開2000フォロワー達成した文字だけでバズるショート動画集客完全講義マニュアル、こちらにプレゼントしております。4つ目、僕自身が5ヶ月でインスタ1万フォロワー達成したインスタストーリーズ&リール集客講義動画、こちらもプレゼントします。5つ目、たった3ヶ月で5000フォロワー増やすためのインスタグラム集客の教科書という電子書籍。そして6つ目、一番優しい LINE でステップメール集客術という電子書籍、こちらもプレゼントしてます。7つ目、たった5ヶ月でインスタ1万フォロワー増えたインスタインサイトの徹底分析解説動画。最後8つ目、毎月100人新規集客できる LINE× インスタ超集客法ワンデーズーム無料勉強会のプレミアムチケット、参加費通常1万円かかるところというのが無料でね参加できる、そういったプレミアムチケットになってますので、こちらの豪華8大特典ですね、ぜひ概要欄から LINE 登録いただいてプレゼントゲットしていただければと思います。弊社ですね、先ほどもお伝えした通り自宅で受けられるワンデーズーム無料勉強会という無料セミナーやってます。こちらに関しては常に最新のインスタを使ったノウハウであったりとか、 LINE 公式アカウントに見込みのお客様を集客していくための方法だったり、少ないリスト数でより大きな売り上げを上げていくための業界トップクラスのノウハウを凝縮した無料勉強会ご案内させていただいておりますので、今すぐに申し込みたい方も下の概要欄から LINE 登録いただいて、カタカナでズームセミナーと7文字でメッセージ送っていただければセミナーの参加日程届きますので、お好きな日程を選んでいただいてご参加いただけたらなというふうに思います。今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。